よそかいチャンネル、どうも。今日はですね、ちょっと雰囲気違いますよね。ここはですね、ある都内じゃないね、ここはね、県だから、そこのね、スタジオに来てるんですよ。で、野草会のラジオドラマ、大好評いただいてるラジオドラマの収録とともに、モッチーの、何ですか、今日は。今日は私のチラウミのボーカルレコーディング、そしてミックスまでいけるのか、あそこはいらない。あ、マジか、ミックスまでやるのか。いや、全然。あ、そうなの、うん、こちらのスタジオ初めてなので、どこまで標準にできるかわからないんですけど。そのミックスは付き合うの。やります。あ、いや、てか痛いですね。だよね、そりゃそうだよね、なので、それをちょっと歌ってるところから撮りますけど、大丈夫ですか。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、坂根さん、お疲れ様でした。何がですか。ラジオドラマの収録。ぜひ来てください。今日は何役だったんですか。私、狼です。私にぴったりです。はい、はい、じゃないです。なので、そちらも、じゃあもうそろそろね、なんか慌ただしくなってますんでね、行きましょう、頑張りましょう。はい、お疲れ様です、はい。今ですね、スタジオの中ではモッチのためにセッティングをしております。監督もスタンバっております。緊張してるモッチーです。ご飯食べてます。腹が減ってはですね、そうですね、意気込みを。そうですね、ちょうど沖縄から戻ってすぐなので、本当により一層沖縄への思い、そして日本への思い、なんか皆様の思いがすごくたくさん持ち帰った気がするので、思い浮かべながら歌えたらと思っています。よろしくお願いします。ちょっと今マイク準備してるんで、少し待ってて。堀さん、はい、よろしくお願いします。そこも撮ってる。はい、あ、もし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 、はい、あ、声のボリューム大丈夫です。はいはいはい、お願いします。オッケーは大丈夫そうです。すいません、ありがとうございます。はい、わかりました。チューラウミチューラウミ、私のチューラウミ。ごめんなさい、やっぱりオッケーもうちょっと大きめにお願いします。はい、あれで。チューラウミチューラウミ、私のチューラウミ、あの人に伝えてよ、ああ、私は囚われの人形、あなたのもとに必ず帰る。チュラウミ。あ、ごめんなさい。なんか波って音に入ってましたか、トラックに。なかったですかね。あ、本当ですか。そっか。楽器しかない。そっか。すいません。どうしよう。いや、大丈夫です、大丈夫です、歌います。歌えるんですけど。はいはい。あ、そうですよね、ミックスのバラバラで。そうですよね。すいません、そっか。ありがとうございます。うん。はい、お願いします。ねえはー、チュラウミチュラウミ、
私の中だ海この思い届けてよ。はい、じゃあ今は坂波どっちの手行くにしてきます。最初の方でお願いします。最初の方で、はい、はい、一番聞いてみます。はい、聞きます。さざ波はね、さざ波はだけど、さざ波はもうやってたなって、どっちが表現として、すいません、こだわって、さざ波はの方がいいんじゃない、さざ今までどういうのがいいですか、さざ波はよりは、B のとこの、でも私はこの和の音って、私はまで上がり、上がりたい、上がりたいですね、多分上がりきる、でも私は、あ、そこまで来てるんですね、本当に来てるんですけど、それを知りたいだけです、はい、その次の、私は囚われの人形、今日の音もそうか、例えばそれ補正で普通に上がらしちゃっていいものなのかどうかを知りたいです。多分上がった方がいいと思います。うん、なるほど。思い届け。少しシャンプー目例えば取ると。思い届けてよ。ああ。これぐらいの方が気持ちよすぎるかもしれない、うん、はい。そうですね。すいません。じゃあ今ここだけはいじりました。お願いします。そこはカットです。出さないで。時間が少なかったぐらいには思いますけど、あ、ありがとうございます。いいんじゃないでしょうか。いや、なんか、うん、せっかく皆様からね、うん、気持ちを伝えてて、こんなにいいスタジオで撮れることってなかなかないので、うん、普段はね、自分で撮ったりとかもするけど、うん、やっぱりこだわれる分だけギリギリまで何とかしたいっていう、すいません、ちょっと、いや、もう、ならない、いや、もういいもの届けたいですからね、はい、ね、もちろん強く頑張ります。そう、監督朝からですからね。お疲れ様でした。ラジオドラマの収録の後に、あのお金の取りでもういいんじゃないかって思われたかもしれない。いやいやいや。ちょっとこだわらせてもらいました。じゃあもう出来は。出来、うん、もういいでしょ。はい、ボーカルの取りとしてはいいんじゃないですか。かなりいいので、こなせてもらったので。ちょっと転んだりしてびっくりしましたけど。これはじゃあまたね、できたのなんかね、CD なんの、なんかいろいろ分かんないよね、まだ。はい、まだ分からないことが多いですが、いつか、皆さんの日の目にね、お蔵入りしないようにね。あ、それは、はい。内容行きたいと思いますので、ね。はい。じゃあ、本当お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとね、あの、この模様はまたね、大塚が違う部位で投げてもらえるので、そちらも。はいはい。楽しみですね。楽しみにしていただいて。では、こんな感じですか。今回ちゃんとこれ撮れてると思うから、エンディングは。なので、次回もお楽しみに。せーの、やそう。はい。